はい、心理カウンセラーの南優太です。今回はアダルトチルドレンとか愛着障害 HSP とかね、そういった方々の我慢しすぎてる時の心理的なサインについてお話ししたいと思います。でまずその背景で起きている心のメカニズムについてさらっと触れて、それがどういうふうなサインとして出やすいのかということを解説していこうと思います。でどれだけ当てはまるかね、ぜひ点検してみてください。はい、まず一つ目ですね。自己攻撃、セルフアタックって僕よく言いますけど、このセルフアタックをしているとき、どういうふうになりやすいのかっていうと、まあ簡単に言うとね、その人が自分なりの、例えばやってみたかった習い事を始めたとかね、目標をビジネスで達成できたとかね、もしくは自分なりの願望を持って、こんなことできたらいいなぁと思って、なんか動き出そうとしている時に限って、自分を攻撃してしまう人たちっていうのがいるわけですよね。こうやって怖い顔して、お前なんかできるわけないだろうって言って、すごく否定的なことを自分に言う人たちっていうのがいます。まあ、どうせ無理だとかね。まあ、その程度で調子に乗るなとかね。喜んでる場合じゃないでしょうみたいな。まあ、そんな感じで、自分に対して攻撃を加える人たちっていうのがいるんですよね。で、この自己攻撃っていうのは当然、我慢しすぎ状態になっていくんですよね。なぜかというと、本当はそんなことしたくないのに、自分の中で攻撃されてしまうわけですから、自分で自分を攻撃してしまって、本当に幸せだと思っていたとしても、まあ、やっぱなんかこの気持ちにあんまり浸らんとこうとかね、つかの間のなんか喜びだったな、ああもうなんか過ぎちゃって、なんか常に人生が戦いで、常に人生が上に登ってないといけない感じになっちゃうな、みたいな、そういう心理的な悩み事につながりやすいわけなんですけども、この、いつもいいところで逃すなとか、あ、なんか私の人生って常に戦いの人生ってとか、常に満足感が得られなくって、なんかずっと上も目指して走り続けてるな、そんな風に感じてる方は、実はこの背景に自己攻撃っていう心のメカニズムを持っていることが結構よくあります。で、それは完璧主義という形で出る人もいますし、つまり、こう、90点のことを成し遂げたとしても、残り10点のところに注目して、まだ10点できてないぞ、みたいな感じで、自分をいじめてしまってませんか、とかね。もしくは、自分に対してアンチのようになってしまう。ファンとアンチで言ったらアンチになってしまって、なんかこう、今から、よし、やるぞって、こう、何か新しいことを始めようとした時に限って、どうせ無理だけどやめときとか、失敗するで、みたいな感じで、ついつい考えてしまって、自分にそんな言葉を言ってませんかっていうね。実はこれは、ルーツは親子関係にあることも結構多くて、親がその子の幸せな表情、幸せそうな顔を見たら嫉妬するとかね。もしくは、親自身の、こう、感情の問題があって、傷ついたら、それを怒りとしてバーって出しちゃって、子供に当たるとかね。なんかそういう問題を抱えた人たちだった場合は、子供は無意識に、あ、私って、親を置いて、幸せになったらいけないんだ、みたいに思ったりとか、もしくは、親の前でわがまま言ったらもう親にものすごく怒られたりとかね、する場合は、わがまま言わんとこ、欲求を持つこと自体間違ってるんだ。欲求を持ったところで親は分かってくれないし、認めてくれないし、満たしてくれることはないんだって思ったら、自分のことを親にされたのと同じ言葉を使って攻撃するようになったりとかするわけですよね。例えば親から完璧な、お前じゃないと認めませんみたいに言われてきた子は、自分に対して完璧じゃないと親に見捨てられるよっていうようになるし、親から、こう、いい子じゃないと愛しませんよって言われてきた子は、いい子じゃないと愛さないわよって自分に言うようになったりするわけですよね。そうやって、自己攻撃ということが、まあ、一つの心の防衛メカニズムとして、心に定着していくと、大人になってからもそういうことを無意識にやってしまいましたっていうことですね。それはすごく我慢しすぎ、という状態になりますよね。で、二つ目が抑圧ですけど、抑圧っていうのはもう簡単に言ったら、臭いものに蓋ですよね。本当は、こんなこと感じてるんだけどなぁ、とか、これも欲しいなぁ、あれも欲しいなぁと思っても、僕たちはそういうものに対してなんか持っちゃいけない、求めちゃいけないんじゃないか、みたいな形で蓋をする、抑圧をするって蓋をするってことですよね。で、自己攻撃の時みたいに激しい言葉を十分にかけないんだけれども、なんか知らないけれど、喉が詰まるとか、なんか知らないけれど、肩が緊張してるとか、常に全身ガチガチだとかね。まあそういう風に症状が出てる方っていうのは、だいたい抑圧をしてることが多いんですよね。で、そんな人たちにいろんな話を聞いていくと、例えば日頃の人間関係の中で嫌なことすごい言われてるんだけれども、我慢してたりとか。
か、職場でもう少しこういうこと言って積極的に発言してみたいなと思っても、なんかちょっと嫌われるの怖いからやめとこうみたいに我慢してたりとかね。で、そうやって我慢していると、我慢することが習慣化していってしまって、まあそれが小さい頃から習慣化している人も多いんですけどね、実際のところは。まあ我慢することが習慣化していると、我慢しているという自覚が持てなくなっていくんですよね。で、その代わり何が出てくるかっていうと、体に症状が出ます。なんか、抑うつ感。全身のこう気だるさ、疲れ、生きてても楽しくないっていう感覚とかね、喉が先行ったみたいに詰まったりとか、なんかこう抑え込まれている、抑圧という心を抑え込むメカニズムが働いているので、当然抑え込まれているような感覚が症状として、まあサインとして出てくる。まあこれよくある我慢しすぎの状態ですね。で次、三つ目が否認ですけども、否認っていうのは認めがたい現実を否定するっていう、ですね。受け入れずに否定するっていう心の防衛メカニズムですけれども、否認って一見まあ我慢しすぎとちょっと繋がらないかもしれないんですけど、実は否認っていうのはよくある動き方としては、いっぱい我慢してる、いっぱいたくさんの痛みを抱えてる人が、もうぐぐぐっと心の底にしまい込みすぎて、しかも、しまい込んでいる状態で自分は困っているんだっていうその現実を否定するという形で出やすいんですよね。よくあるのがこういう動画を見て、やっぱ私はアダルトチルドレンなんじゃないかなとか、愛着障害に当てはまるなとか、今日の動画の内容にすごい当てはまる気がするなと思ったと知っても、いやいや、まあ、そこまでひどくないんじゃないかなとか、コメント欄の人見てる限り私はそこまで重症じゃないわ、だから私は AC じゃやっぱりないんだわ、ちょっと気の持ちよりなんとかしようかなみたいな感じで、流しちゃいませんかっていうことですよね。これ否認が働いてる可能性があります。でそうすると、本当はね、真実ですよね。ここで本当は心の中で傷ついているとか我慢しているとか、いっぱいたくさんの感情を抱えているという真実があるんだけれども、そんなことないですっていうふりを自分に対してすることなので、本当は心の中にすごく負担がかかっていることが多いんですよね。なんか否認を持っている方っていうのは、どこかで何かこう自分の中の真実に気がついて、やっぱりそれ 見てあげた方がいいなってなったりするわけですよね。はい。見ないようにするってことですね。四つ目が最後、投影ですけども、我慢してる、我慢しすぎてる人って、なんかこう、身をこんな感じして、ぎゅーってこう我慢してるみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、必ずしもそうではなくて、我慢しすぎてる時に、見方を変えると、その人の中でもう認めがたい感情がいっぱいある。もうそこに触れられない。もう怖すぎて触れられない感情がたくさんある場合、人ってね、抱え込むっていうことができなくなる人が、時があるんですよね。で、もう、痛みが大きすぎる人ほど、実は投影に頼ることが結構よくあります。つまり、自分の中でいっぱいいっぱい小さい頃からお父さんお母さんに愛してもらいたかったのに、愛してもらえないとかね、寂しいとか、まあ、いろんな感情を抱えている時に、その寂しさとか悲しみとか怒りの感情をぐーぐーっと蓋をするだけではなくて、チョキンって心の中から切り取って、まあ、分裂させて、それをね、他の人が持ってるっていうふうに思い込むっていう、そういう形で心を守ることが、まあ、子供はそういうことをすることがあるんですね。で、それを大人になってからもやってしまうっていうのが、まあ、投影で、本当はいろんな感情を持ってるんだよと、ある人の中にね。でもそれをチョキンって半分切って、受け入れがたいこっちの心の底にあるものだけを、ふいっと他の人の中に投げ込んで、私が怒ってるのではなくて、あの人が怒ってるんだ。私が悲しんでるのではなくて、あの人は悲しんでるんだ。私は困っていない。あの人は困っているんだ。という形で、その人に対してアクションを起こしていく。まあ、例えば過剰なお世話焼きをする人とかはそうですよね。子供のところに本当は自分が欲しかったものをその人に与えているんだけれども、ご本人はそのことにあまり気づくことができないとかね。まあそういう形で我慢しすぎている人っていうのは必ずしも心の中で耐えて耐えての人ではなくて、吐き出して関わっていく、吐き出して絡んでいくという形で、私我慢してますよっていうのを出すっていう、そういうこともあるんですよね。はい。まあそんな感じで我慢しすぎている時に起きやすい心のメカニズムはこんな感じなのがよくあるかなっていうのを4つ選んでお話ししてみました。どれぐらい当てはまったでしょうか。でね、もしこれで当てはまったんだったら次のステップにぜひね、あなたのタイミング進んでほしくて、まあそのために僕ね、日々メルマガの方で情報発信してます。より詳しい情報とか、いろんなね、お得な情報とかもお伝えしてますので、ぜひこの機会に手に取っていただければなと思います。はい、特に AC とか愛着障害とか HSP とかね、そういった方にはおすすめの内容になってますので、ぜひ登録してみてください。はい、今回もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から
公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。